カネさん、こんにちは。アカンですよね。皆さん、こちらのお知らせ見ましたでしょうか？これはですね、次に登場するキャラクターのシルエットって感じになっているんですけど、この右側のトゲトゲを見ていただいたらわかる通り、次の月曜日に登場するキャラクターはこちらのね、ラインズマンアナゼとなっております。まあ僕の一番の推しなんでね、ぜひとも当てていきたいなと思うんですけど、これともう一つね、今日来たものがありまして、こちらですね、ラインズマンシーズン2の復刻ストーリーマッチです。まあこれはですね、することによって、まあガチャポがもらえるんですよ。しかもこれストーリー見るだけっていう、なんか試合しなくていいんですよ。なんかコンピューター戦うやつあるじゃないですか。あれはめんどくさいんやけど、このストーリーマッチの場合であれば、右上のスキップってやつを押してあげたら、まあ、瞬間的に10ガチャポもらうことができると。で、まあこういう感じにですね、1、2、3、4、5、6、6あるんで、まあ60ガチャポ、これ1週間前のやつなんですけど、まあ今回からね、追加された分もあるんで、また60ガチャポゲットできるみたいな感じで、結構サクサクと手に入れることができるんでね、まあぜひともね、やっていただけたらなと思うんですけど、まあ前回はですね、これ使っていったんですよ。ラインズマンルーシェとラインズマン桜とミゼリコルテで、結構ね、まあ、神崎香里に対して戦っていけたりとかして結構楽しかったんで、今回はですね、この新しく追加された、まあ、エクセリアとディーンとティナを使って試合やっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目はグラスコートなんでね、ラインズマンティナ使っていきたいなと思うんですけど、アインディネタ2351で、ツヤハと赤髪とバイバーやったかな、ちょっとあんまり見れてはないんやけど、とりあえず初めはミサカ妹でやっていきたいなと思います。で、まあこのティナのいいところはあれですね、入れ番ギミックをまあ出すことができるっていうのと、まあこれどうしようかな、できるっていうのと、交代した時にね、めちゃめちゃエセージゲージ溜まるんですよ。なんかオートスキルでね、交代後のポイント開始1秒間自動蓄積っていうやつがあって、あーこれはちょっと分かってたのにな、あって、それプラス、普通にラケットに交代時持たしたら、まあ、半分以上溜まるっていう仕組みなんですよ。なので、これで打ってあげると、もうめちゃめちゃ溜まると。ほら、見て、50% 以上溜まる。これ、なんで 50% 以上溜まってるかっていうと、あれなんですよね。この子に交代時200回復の靴履かせてて、で、ラケットをね、ブレスにしてあるんで、まあ、その回復分、体力回復分が SS ゲージに変換されて、まあ、めちゃめちゃね、SS ゲージが増えているという仕組みになっているんですけど、これ跳ねるんちゃう？ナイス。で、こっから俺は闇道寺で SS 打っていくから、この入れ1ギミックに向かって SS 同感ですよ。しかもこの子も交代時なんで、まあ普通にまたね、SS が溜まるっていう感じですね。ただ相手がね、地面向こうなかったら、これ衝撃波の当たったらもっとダメージ入るとかもあったりはするんやけど、まあ赤髪は、でも赤髪そうか、ギミック向こうないから大丈夫か。あ、ちゃう、相手、スタミナの概念存在しなくなるからダメージ入らへんねや。それちょっと厄介やな。ただまあここで点決まったらめっちゃでかいですね。こっから闇をしてまた SS を打っていくっていう感じやね。はい、この脅威の SS 回転率を見よう。あ、やべ。バレてる。SS 打つのバレてるけど、まあ、ギリ打てましたと。で、この子はもちろんだから空中地面向こうとなってますので、ラケット落下効きませんと。で、こっからまたこの子に交代して爆速で溜めて、で、まあ、ジャスト打つか、5打球したらね、出るんですよ、このスペシャルが。あれ ?3 打球か。あ、特殊状態はもうちょい短いのかな。だからそれでまた出して、そこにね、闇の王子の SS バコンという作戦やってんけど、まあ、それ以前に入れ1ギミックとバフロで決まったと。いいですね。はい、というわけで2戦目はハードコートなんでね、ラインズマンエクセリアを使っていきたいなと思うんですけど、相手の相手2199で、まあ、ルミエ、アイリスと、まあ、ミュウエがいるっていう感じになっているんやけど、まあ、この子はですね、初めからね、体力緑じゃないですか。それでグッド以上で返せば打球効果無効みたいなのがありますんで、まあ、SS 封印とかラケット落としとか、あとま、普通にね、毒とか、そういうのも効かないっていうのが結構ね、いいポイントかなと思います。あと相手のね、まあ、フラットサーブジャストで打ってきたら SS で返せないじゃないですか。ただ、まあ、グッド以上でさえ返せばレシーブの時に SS バコンって打って点決めることもできたりするんで、まあそういうのもいいし、あとまあ特殊状態解除もね、グッド以上で返せば問題ないって感じになってるんで、結構その点ではね、まあ汎用性は高いのかなって感じはするんですけど、相手 SS まだか、オッケーで SS 打ったらですね、この後ろにね、紋章みたいに出てくれるんですよ。それによってね、キャッチすることができるんやけど、前の方にはないからこんな失点してしまうと。まあサーブのエクセリアやったらね、4つ陣出してくれるから今のも取ってくれたんやけど、まあそれはまあこの子の特性やからしょうがない。で、これ取られへんかったら俺が悪い。で、この子ね、特殊状態中移動速度プラス 10% やねんけど、そんな走り速くないんよね。だからこれ、くるくる取れんのがちょっと心配。オッケー、ギリといた。オッケー。で、相手地面型ギミック無効じゃないですか。なので、今のね、この地面型ギミックのやつは効かないんですけど、S1 打ってあげると、あれなんですよ。ちょっとこれ地面ギミックのせいでね、SS 打ってなかったんであれなんですけど、レベル 1SS 打ってあげると、空中型ギミックの、やつを張ることができると。なので、それで、まあ、相手を凍らせて点決めるみたいな感じになるんちゃうかな。で、まあ、最低者ラケットも出してるんで、アウトもしないから、まあ、結構ね、角度をガンガンつけようと思って、こうやってあげればいいかなと思います。いや、これ SS はまだやんの、さすがに。オッケーオッケー。
私これ来たんちゃう？ナイスナイス。多分アイリスは状態異常無効とかないし、もちろん凍結無効もついてなかったと思うから、多分効くと思うんすよね。なので頑張ってそう点決めれたらなと思うんやけどな。ちょ、いけ。え、この子ノーバンスピンとかあったかな？ちょ、分かれへんかった。スライスは分かれへん。SS もうじき来る。オッケー、ラッキー。で、まあ、あの、レベル1 SS 使うとね、あれなんですよね。この子 SS ループしないっていう。すごい大変ですよね、これ。どうしようかな。一回これで後ろ下げて。ああ、キモットでかい。いいですね。で、このギミックはもうなくなるのかな？違うな。俺普通に取ったからもう1ポイント残るな。いや、どうしようか。これちょ、打ちたい。マジ、打たな話にならへん。オッケーオッケー。はい、話になりました、ありがとう。いや、これちょっと待って、イレワンギミックの方じゃないやつ、ローブでした、はい、ありがとう。よいしょ。あ、これいいんですよ、うん、いいんですよってなり。これいいねって言おうとしたらいいですよって、なるそうな敬語みたいになってしもうた。いいや、普通にちょっと待って、これオーバーチャージしないと出えへんから、これ陣にかからない限りはあんまりね、あのギミック出せないっていうのが難点やね。ほんでこれあれか、 SS 打つことにリセットされるんか、ちょっとそれは厄介やな。よいしょ。これでまた空中を張りまして、これでちょっと遅いでね、いい感じスピン打っていこうと思ったんやけど、てか相手もう SS 打てるな、あれ。うえー、いいですね。これ最低じゃなきゃと思ってるからこそのアウトしない球ですよ。やったね、普通に勝ったじゃんこれ。はい、というわけで3戦目はですね、クレーコートなんでラインズマンディーンを使っていきたいなと思うんですけど、いやーこの子どうかな。なんかこの子ってね、あれなんですよ、テクニカルチャージ打てるんで、相手あんまり前に寄せつけないっていうのと、得意状態になればねヘビーになるんで、相手が打球効果無効とか全打球ジャストなければ、なんかずっとダイレクトで返させるみたいなことができるんですよ。ただ初めにそのオーバーチャージまで持っていけるのかっていう問題が若干ある。ただまあそこまで持っていけば結構相手をはめることはできるかなと思うんやけど、まあ、相手のねコートのところになんかトゲみたいなの出てるじゃないですか。これね、空中型ギミックのなんかノックバックのやつなんですよ。ただ相手が空中向こうついてたりとか、あの今のアナゼちゃうわ、ごめん、テレシアみたいにあの不動、うおめっちゃノックバするんですけど、不動ついとったら、まあ、あのトゲトゲ効かないんですね。そこがちょっと厄介やねんけど、でもテレシアあれないよね、多分打球効果向こうとかそんなんないし、ダイレクト向こうもないと思うから、俺が一回でもこれオーバーチャージ成功させたら割といけるんじゃない。行ったじゃん、あ無理やった、結構厳しない。ピアノの消える球並みにやりにくい。オッケーオッケー、これできた。あー、ヘビーやから打ち上げることもあると。はい、ドロップももちろんできます。無理無理、ラグイはちょっと。やめてくれよ、そんないじめ方はずるいぞ。てか、まずツルツルの時点でだいぶ戦いにくいけど、さっき言った通り、ダイレクト地獄にできたら結構こっちのもんやと思う。あ、いいね。あ、打ち上げ、これスマッシュなんかあったっけ？ないんかい！スマッシュぐらい強くあれよ。マジ、ライズワンディーンはちょっと新規変えようとか来ないと使いにくい。ここから飛燕スマッシュ。オッケー。スマッシュじゃないけど、スマッシュと見せかけての、まあ、飛燕 SS って言いたかったんやけど、ちょっといっぱい。頭の中でこんがらがりましたで、SS きますと。オッケー。返しました。でも、相手これ、もうじきあれやもんな。めっちゃ定番のやつになってまうもんな。それちょっと厄介やな。これアウトしないです。最低しなきゃもう出してるんで。これいいよね。だからこういう系の球ってたまにアウトするからさ、結構うざかったりするけど。うわ、ヘビーできひんかった。ちょ、次ヘビーやって、相手がダイレクトなったら、ジャストボレー打つわ。あー、ラッキーラッキー。ナイス。なんかツルツルで、なんかなんやかんや得点できてる。あ、もしかしてあれかな、あのギミックってダメージあったんかな、それで永遠王妃になられへんできた。そんなわけはないと思うけど。いや、これアウトせえのいいな、やっぱり。あー、ちょっとその SS 回転率せこない？あ、でもまだ3オールなんや。全然勝機あるな。ちょ、頑張るか。よし、こっから。はい、まず、ドロップして時間稼いで、そっからの、はい、これ来た。うわ、なんか特上と終わった。せこない。で、相手も永遠王妃になるし、ほんで体力なんか異常なぐらいないし。いや、これいいよいいよ。今得点できたんでかい。で、相手もうじけい SS 打てるやろうから、飛燕 SS だけ超警戒しとくわ。うん。マジで警戒しとこう。ちょ、一回これで後ろ下げて。相手 SS 打ちそうか、満載も。ほら、くる。オッケーオッケー。取りました。で、これで、いや、永遠王妃ずるい。あ、でもこれ体力になるんじゃん。オッケーオッケー。なるね。いける。で、これでもう一回ドロップして。で、なんでそれは、ジャスト打ったん、自分。あ、永遠王妃ってダイレクト向こうかなんかついとったけど、いやー、それはちょっとやめてくれよ。さあ、エグヒって、どんなんやねん。俺が一回 SS 打つために3回ぐらい打っとるやんけ。くそ、悔しすぎる。こんな、テレシア。よいしょ。もう今、エンマと、誰やったっけ、もう一人ぐらい対策キャラが出て結構困ってるはずのテレシアでやられるとは。はい、こっからスマッシュを飛燕で打っていきますと。いやー、マジかよ。ちょっと、
とテレジャーにはちょっと相性が悪かったから、まあ、この子は、聞く相手にも結構厳しい。フェネッカも空中向こうついてるから、ギミックも聞かへんやろ。だから、今の環境で使うのは結構厳しいから、もしこの子、ディーン使うんやったら、新規買おうとか、転生ギター後かなって感じはするけど、まあ、X もそんな、最近のキャラに比べたらだいぶね、控えめな性能かなと思うけど、まあまあ使えるのと、ティナもね、SS 爆速で回転させるのは結構楽しかったりするんで、まあ、よかったら皆さんも使ってみてください。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。